さあさあ、長文読解行ってみたいと思います。本日の成城大学の全体像ですが、段落は3つ。そして、設問形式、空所補充問題、文装入問題、5問でございます。で、やり方どうしたらいいんですかっていうと、まあ、以前からいろんなところでお話はさせていただいてるんですが、空所の前後と各選択肢、これを皆さん見比べてですね、言い換え可能なものを探し出すというところでございます。ですから皆さん、この空所の皆さん、左側とか右側眺めていただいて、まあ、例えば、駿台ベネッセみたいな感じで書いてあったとしたら、皆さん、正解は、あーでございます。ですね。ですから皆さん、駿台ベネッセと駿ベネが皆さん、ニアリーイコール、言い換え可能でございますので、こういう感じで皆さん、やっていただけるとよろしいかと思います。では、頑張っていきましょう。それでは皆さん、設問の指示はこんな感じでございます。で、皆さん、続いて第一段落でございます。皆さん、注釈一箇所、劣化するですからね。ちょっと皆さん、それを踏まえて、一読をお願いいたします。さあ、まず皆さん、空欄1番でございますが、皆さん、選択肢見えてるところから一つ正しいものを選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、このあたりと言い換え可能な選択肢がありますよね。まあ、大体西暦105年ぐらいと。つまり特定はなかなか難しいんだけれども、まあ、ざっくり大体これぐらいという話が見つかりますね。ですから正解は A ですよね。It is hard to come up with an exact timeline ということで、正確な時間軸を見つけ出すのは難しいということでよろしいかと思います。ですからまあ、ざっゆっくりアラウンドという感じになってるんですね。それでは第一段落一番最後のこの空欄2番でございます。これも皆さん今見えてる選択肢ですね。そこから皆さん考えることができるかと思いますのでよろしくお願いいたします。で、皆さんありがたいことにこれと言い換え可能な選択肢がありますよね。ですから正解はカーですよね。皆さんディスタームということで、皆さんしっかりつながり、言い換えが成立しております。さあ、皆さん、続いて第2段落でございます。皆さん、注釈ついております。アドオン、飾るですからね。ちょっと皆さん、それを踏まえながら、一読をお願いいたします。さあ、皆さん、空欄3番でございます。選択肢の中からお願いいたします。さあ、皆さん、ヒントですが、例えば、このあたりですね。価値ある贈り物。もしくは儀式ですよね。このあたりが多分ヒントになってるかと思います。ですから正解はキーですよね。特に皆さん、オーセンティシティ、本物と。で、もちろん本物ということですから価値があるんですよね。もしくは儀式の時に偽物は提示しないはずですよね。皆さん、そういうふうにイメージしていただきますと、儀式から本物、本物の証明ですよね。それにつなげるのは難しないと思います。さあ、皆さん、続いて空欄4番、お願いします。で、皆さん、これは空所の左側の教育の話につながる選択肢がありますよね。ですから、正解は、あーですよね。皆さん、波線振ったところでよろしいかと思いますが、数学の勉強と。それが教育の言い換えですよね。ですから、あということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、最終段落でございます。皆さん、注釈は鶴ですからね。で、皆さん、空欄5番残ってるだけで、選択肢も皆さん、この E、U、O の3択でございますので、このタイミングでも考えていただいて OK です。で、皆さん、これは空所の左側のこの点々のところでよろしいかと思いますが、皆さん、人が千バズルを追ったらどうなるのか、皆さんご存知かと思います。もちろん正解は、うーですよね。皆さん、特別な願いが一つ叶うということでよろしいかと思います。ということで皆さん、お疲れ様でございました。まあ、成城大学の空所10問題5問扱いましたが、というのを感じ取っていただけましたら幸いでございます。で、もちろん、まだまだですね、ギャラクシーとスタディではこの空所10問題ご紹介をしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。